高山明座は岐阜県高山市に存在した映画館。日本初の複合映画館とされる。オスカー・ミラノ館とウェスト・サウス館に K4 スクリーンを所有。2014年8月時点で、飛騨地方唯一の映画館であった。1950年代、吉木郡古川町金森にあった芝居小屋、朝日座を引き継ぎ、映画館。 古川劇場が開館した。その後、古川劇場は古川町一の町の新査会会館と統合、古川町に唯一最後まで残った映画館、朝日座として存続したが、1984年に高山市内に移転の形で進出することとなった。朝日座が移転するまでの鉱山市内には1980年代まで、 有楽座、京国大英という二つの映画館が長らく存在していた。1984年12月にスクリーンを持つ日本初の複合映画館として高山明座が開館。数十台分の駐車場を持ち複数の映画を同時に上映できるシネマコンプレックスの先駆けとして日本中の映画業界関係者から注目を集めた。開館当時七歳だった。 ラジオパーソナリティの土地区越子は、当時ロードショー上映されていたジョーダンテ監督作、グレムリンを見たという。1998年7月、オスカー・ミラノ館の南側にウェスト・サウス館を新設し、4スクリーン体制となった。2000年代に入ってからも、ハリー・ポッターと賢者の石などのヒット作を輩出し、最盛期には年間来館者数が10万人を超えた。 高山市出身の映画プロデューサー、増田由美子は、築城西よ、が上映された2009年9月12日と、瀬戸内海賊物語が上映された2014年7月19日に、舞台挨拶を行っており、校舎の上映時には、同作の監督である大森健一や高山市長の国、島吉明も同伴したという。また富士テレビ所属のテレビディレクター、松山博明は、 自身も演出に携わったテレビドラマライアーゲームの映画版ライアーゲームザファイナルステージ上映中の2010年4月29日に朝日座で舞台挨拶を行っている。2009年にはジェームズ・キャメロン監督のアバターが 3D 映画ブームを生んだが高山明座は 3D 映画上映設備を有しておらず他のシネコンに観客を奪われる要因の一つとなった。 2013年には全スクリーンのデジタル化を行ったが、富山市や岐阜市にできたシネコンの影響で観客数が減少し、2014年6月に閉館を発表。同年8月31日を予定していた閉館日は1日、伸ばしの9月1日となり、同日夜6時35分集営のレミゼラブルを最後に30年の歴史にピリオドを打った。劇場跡地には、 スーパーマーケット、ファミリーストア佐藤三福時店が2015年3月26日にグランドをオープンし、現在に至る。ありがとうございます。